また視聴者の方からいくつかいただいてた LINE を読んできますね。こんばんは。楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。おんぶこいつづの時、モネちゃん、おんぶされてましたね。水島ひかりさんも、モネちゃんも、イケメンたけるさんにおんぶされて羨ましいです。まあ、羨ましいですよね。もう、たけるが華奢だからね、なんかね。重そうだな、と思ったりしますけどね。別な方。おはようございます。今朝雨降ってます。これ昨日ですね、昨日。涼しいのが寒いに変わりました。いい話が聞けませんね。ちょっと悔しい。100の質問は楽しかったけど、ガーシーの話何ですか、あれ。今頃にと。私は大丈夫です。噂に目くじら立てない、済んだこと。多分みんな応援してくれます。今日は金曜ロードショー、竜とそばかすの姫、楽しみましょう。いい話待ってます。体調お気をつけくださいと。まあでもいい話の方が多いですけどね、たける君に関してはね。ガーシーぐらいじゃないですか、良くないのは。相田さんこんばんは。夜分遅くにすいません。今日の私の LINE 読んでいただいたことありがとうございます。嬉しかったです。また LINE します、ね。あ、そうですね。これは多分ガーシーの話のことで来た LINE を僕が読んだガーシーの話ですよね。たけるくんの風俗のどうのってやつですね。それを読ませていただいた方ってことですね。これちょっとたけるくんではないですけど、こんばんは。大豆麺、9月初めにイオンで購入したと。その時は汁なし担々麺しかなかったのですが、結構しっかりした麺です。美味しかったので他の味も試してみたいな。本当にモネちゃんは綺麗に美味しそうに食べます。この方はもうすでに大豆麺買ったんですね。僕はだからモネちゃんのこの CM で知ったんで、そういうのがあるんだなと思ってるんで、ちょっとまあまだ探してはないんですけど、ちょっと気をつけて見てみようかなと思ってるんですけどね。こんばんは。いつもありがとうございます。ガーシーの名前を出すのも嫌なんですが、タケルさんのこれからが心配なので、ライドさんのご意見を聞きたくて、メールしました。今回の風俗の話はそんなに大したことではないな。もう一つ爆弾だとしたら嫌な感じがしますと。ライドさんの言われるように人のプライベートを言うのはルール違反。ガーシーに言っても無駄ですが、品がない人だから。これ以上ガーシーと武田さんが関わらないことを祈りますってなって、僕がちょっとそれでね、返したんですよね。ただタカさんは未だにガーシーと絡んでますよねみたいなことを言ってて、はい、タカが暴露を止めるために動いているといいなと思っていたんですが、タケルさんに大きなダメージがありませんようにっていう、こうタカがねまだガーシーとね絡んでることに対して、いい風に解釈する方も結構いて、タカさんがガーシーと一緒にこうガーシーに近づいてることによって、タケル君とか三浦翔平君とか。まあ、城田優君とかそこら辺の仲間の暴露をこう止めるような動きをしてんじゃないかっていうような見方をされてるような方もいて、それだったらまあ一番いいなと思ってたんですが、そこまで果たして考えて高さが動いてんのかなとかね思ったりしてるんですけど、まあ、もしそうだとしても、もしそうだとしたら、タカさんの思惑は僕は外れてんじゃないかなっていう感じがしますよね。だって、それガーシーに通用してない気がしますよね。いくらタカと、友達やとか、こっち側やとか言ってるんですけど、まあ、弟もはね、あんな、ヒロもあんなにひどい目に遭わされですよ。あの暴露は僕は本当ダメージ大きいと思いますよ、あれは。今回みたいに、タケル君の、話とかも出てくるじゃないですか。47都道府県の暴露でね。まあ大した暴露ではないとは言いますけど、まあ嫌なことは嫌ですよね。ああいうのね、言うべきことではないような下品な話って、まあ、言うべきことではないようなプライベートに関わるような性的な話っていうんですかね。をあんまりペラペラ言うもんでもないわけじゃないですか。だからそういう面からしても、僕はタカさんのそういう思惑でガーシーと絡んでるんであれば、目論見は外れてるかなと思うんですよね。だから僕としては多分そういうガーシーの暴露を止めるって気はないんじゃないかなって思ってるんですよね、タカさんはね。ただ単に、どうなんだろうな、わかんない、自分の分だけを止めようとしてるのかなとかね、思ったりとかねしますけどね。まあね、この、YouTube とかでね、タカさんの家行ったりとか、タケル君この前してたりとか、あとシュガーでもね、タカのカレーがね
もしかしたら機内食になるかもしれないみたいな話をしたりとかしてて、まあ、タケル君は変わらずタカさんとね普通に仲良くはしてるんでしょうけど、まあ、ガーシーの話は一切出てきませんけどね、タケル君の口からはね。で、絡んでる様子も見せないですけど、当たり前ですけど、まあ、タカさんはね、はい、ガーシーの話は出しますからね、まあ、実際にコラボもしてますしね。なんかそこのいまいちそこがね、何を意図してるのか、もう大方の意見のようにね、自分だけ抑えようとしてるのかね、ちょっと分かんないね、動きが分かんないなっていうような感じで思ったということですかね。で、この僕の視聴者の方たちみんなが思うように、まあ、ガーシーもこれ以上喋るなっていう、そこだけですけどね。